はい、じゃあ今日は何ですか。宇治原の偏見を解こう、偏見を解こう。宇治原さん、はい、見た目もあってだいぶ多分ね、いろんな人にね偏見を持たれてると思うんですよ。うん、はいとは言わないですこのチャンネルをめちゃくちゃ見てる方は、まあ、宇治原の内面とかも知ってくれてると思いますけど、はいはいはい、切り抜きとか、うん、ちょっと知ってるよっていう人は、うん、なんか怖そう、うん、野蛮とか、うん、金にがめついだとか、近寄りたくないとか、仲良くなりたくないとか、ね、例が多いんだようざいとか。で、分かった分かったよ、大体分かるよ、この見た目だからな。今日はその誤解を解いていきたいなということで、うん、坂本こっちに街行く人をね、うん、インタビューしてもらって、まあ、宇治原さんどんな印象を持たれてますかっていうのを素直な感想を聞いてきますので、はい、モニタリングしていただいてですね、はい、偏見を持たれてるなっていうことがあったら、うん、最後に宇治原さん出てきていただいて、うん、偏見を解いてもらいたい。あー、よかったですよ。2時間近く都内をぐるぐる車で回ってましたんでねいつ寝るか企画みたいなことされてんのかなってモニタリングする場所として車を借りたんですけれども、うん、思ったより駐車場が空いてなくてですねいや、そういうことですね、はい、まあ、じゃあやろう、はい、誤解を解こう、俺の偏見を。どういう風に思われてそうみたいな。まあ深いとこまで行ってないと思うよ。普通にキレってる、なんか迷惑系一歩手前の YouTuber なんだろうなみたいな。それはまずいですね。まずいでしょ。こんだけ、だって現段階でも都の条例に従ってアイドリングしてないんですからねこんだけ暑いのにこんな氷持って意味わかんない。冷やすよ、もう来る、もう来る、もう来るみたいよ。え、あ、男、男2人。はい、お願いします。ちょインタビューだけさせていただきたいんですけど、はい、この彼知ってます？はい、知ってる。あ、知ってる。名前は知ってます。あ、ブチギレ宇治原。おお、知ってるんですね。切り抜きから見て、はい、YouTube 見て、あ、YouTube もライブ配信見て、ホラー実況とかも。え、やお結構リスナーですじゃあ偏見はないか。彼のじゃイメージみたいなのってあります？イメージですか？全然優しいイメージあ、優しいイメージ、はいはいはい。これ買ってくださいみたいな企画の時の、はい、真面目に答える感じの宇治原さん結構好きなんでうんうん、うん、ちなみになんですけど、優しいっておっしゃってくれてるんですけど、はい、10年彼女がいないみたいで。おお、そうなんですね。全然いるもんだと思うんです。おお、なんでいないかみたいな理由とかって。じゃあ偏見を引き出そうとしてんな顔じゃないですか。いや、もういや、見た目でも結構女性リスナーもいるから、でも見た目とは言えないのかと思ったんですけど、見た目じゃないですかぱっと見怖いっすもんね、やっぱり。まあ、見た目の誤解は解きようがない。顔は何点ぐらいですか？30ですね58点くらいです、ね、リアルでいいですね。まあ、じゃあもう一通り合ってますって伝えていく。投げ銭はしたことないですか？ないですね。なるほど。投げ銭はさすがにまだしてみたいですけど。もうお前らは偏見を引き出そうとしすぎてありがとうね、優しそうって言ってくれて、優しそうって言ってくれて。いや、今日はなんかその、はい、もうヤバいやつだって偏見を持ってる人多いんじゃないかって、そういう人がいたら、はい、そんなことないですよっていうのを伝えようってことだったんだけど、もう一組目がもう優しいって言って一組目で優しいって最初に言ってんのが、もうそれで終わりなのに、ずっと彼女がいない情報って言ってなんとか落とし入れようね、30点っていう引き出してて。やべえ、やべえ、それ引き出されたんだよね。引き出されました。優しいって言ってくれた2人、本当ありがとう。そんな俺だった30点って言われても全然ムカつかない申し訳ないや、全然いいんだ全然いい。男性知ってます？はい、知ってます。あ、知ってます？はい、あ、知ってる。名前とかわかりますか？何でしたっけ？宇治原なんだっけ知らないの？ブチギレてるの知ってる。あー、ブチギレてるでしょ。まあ、この人名前はブチギレ宇治原。あー、ほら、惜しい女性の方はご存知ですか？あ、知らない。今、第一印象見てどんな感じですか？第一印象、チャラそう。チャラそうチャラそうちなみにお二人の互換系とかって聞いてもいいですか？浮気です。ちょっと複雑、浮気関係って言ってるよ。どういうことこれ？ブチギレ宇治原と付き合えそうですか？付き合えそう。いや、ちょっと無理です。タイプじゃない、うん、タイプじゃない。どうしようもないやつじゃん。顔、
顔不評だな顔面に点数つけていただいて、顔面だけ低くないし。じゃあちょっと一応偏見を解くとかなのかわかんないけど、言ってみます。なんでできないんですか。スタッフやってるからと思います。ああ、なるほどなるほどなる。うわぁ、本人さんだ。あのちょっとあのごめんなさい、二人の前にあの顔の点数とか関係ないんだよ、比較指して偏見はなかったですよね。はい、ほら、もうそれで終わりでいいんだよ。はいはいはい、ずっと女の子に付き合えるかとかなんかわけわかんないですよ。っていうか、あとそんなことより俺の誤解を解くっていうより二人のその浮気関係っていうところの誤解を解くみたいな話になるんだよ。そのままでいいの、浮気相手ってことでいいの。一応彼女です。うん、そうだろうね。なんで俺じゃなくて二人のを解かなきゃいけないんだよ。解いてくださりありがとうございます。いやいや全然いいのよ、言わなきゃいいんだけどね最初。偏見を解こうじゃなくて顔の点数を聞こうになってなっちゃってるよ。これは全然違うよ。この男性知ってますか。知らないです。あ、知らないんですね。なるほど。知らない。知らない。パッと見せられての第一印象とかって怖い。怖いは怖いな。彼女さんからして異性としてどういうイメージ持ちますか。異性として、はい、なんかチャラい。あ、チャラいけど、それしかないやん。けど意外と優しい。あ、意外と優しそうな。見た目はチャラいけど、そういう人に限って優しい。あ、なるほど。どんな女性が好みそうですか。金髪ロングギャル。金髪ロングギャル。黒ギャル。じゃ優しいっていうのも言ってくれてるし、まあでも怖いよね。そうなんですよ、優しいんですよ俺。今ねちょっと聞いてて、今日はごめん怖いね。ずっと優しいって言ってくれてね、偏見を持たれているようであればね、そういう人たちに直接そんなことないですよっていうのを伝えようっていう動画を撮ってたんですけど、まず金地さんはもう終始優しいって言ってくれて、で金地さんはちょっと最初は怖いって言ったけどね、でも実は優しそうってことでしょ。だから唯一否定するとこあるとしたら、タイプが金髪ギャルとかではない。黒髪丸の内の OL が好き。うん、それの方が好き。ここでじゃあもう誤解を解けましたね。まあ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 。実際どうです？喋ってみて、怖いっていう印象あったって言って。優しそう。ああ、よかったよかった。大丈夫そうだね。やばいって思ってる人は、そんな、見た目の怖いはもう普通よ、むしろ。これで怖くないって言ってる方がどういう環境で生活されてる方っていう話になっちゃうから大丈夫だな。知ってますか。いや知らないです。あ、全く知らない。はい。ああ、本当ですか。知らない。名前がブチギレ宇治原って言ってまして、イメージどんな感じの男性だと思いますか。結構いかつい感じしますね。うんうん、ブレイキングに応募してそうだなって。え、何何応募してそう。なるほどね。確かに町の喧嘩自慢とかやってそうです。町の喧嘩自慢。ブレイキングじゃん。喧嘩ちなみに強そうですか弱そうですか。強くはなさそうですね。強くはまあそうでしょ。彼に勝てますか。彼ならルール次第でしょ。とりあえず肘がありだ。肘がありだ。殺されちゃうよ。じゃあ最初に言ってた部分だね。喧嘩自慢してそうとか、まあ、偏見を解くっていうか弱いんですよっていうのを見せに行くっていう感じですかね。貧弱さを見せに行く行くしかないよねって言いますか。ちょっと待ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません急に。YouTube は喧嘩自慢とかやってそうって言ったんですけど、まあ、あのお察しの通りめちゃくちゃ弱いんで私からやってないんですよ。肘やりとかじゃなくてどのルールでも勝てないんで俺。そこだけ、まあ、まあそれも別に偏見なのかって話だけど、よかったらチャンネル見てください。あ、こういうのやってんだ。あー、これはさすがにブレイキングダウン応募できないわ。それを見てくれればなって思います。もうちょっとなかなかつつこまらなくなってきたけど、うん、もうそもそも率直に言うともう良くないか。いないよこの街には。俺にとんでもない偏見を持ってるやつは。いやーでも いるんでね。いるんでねじゃない。俺も情報するから最後よ、もう次で次で最後。うん。
見たことあります。なんかヒカルさんのなんかなんだっけ、あのクズの王決定戦みたいな、あ、下克上、あ、そう、下克上の時にいました。はいはい、下克上。なるほどなるほどなるほどね。印象受けました。え、すごく口が悪い人。まあ、まあ偏見、うん、何をやってる YouTuber だと思う。何をやってる YouTuber、 何をやってる、 何をやってる、で、毒舌系じゃないんですか。なんか怒ってしまう。あー、ね、なんかブチギレ宇治原って言うんですよ。あ、そうな、合ってんじゃん、合ってんじゃん。彼氏にするとしたら、ありかなしか。ちょっとなしで。なし。なしで。なしというか。なしの理由はどうなの？いらないね、その人。一緒に歩いてて、めっちゃ怖い人みたいな。怖い人苦手。怖い人苦手。まあね、じゃあちょっと、ほぼほぼ合ってたけど、まあ、実際会っても横に歩きたくないかって、変わるかっていうとこかな。ズバって、すいません、ありがとうございます。やばい、やばい、やばい、無理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 、ここにいた、恥ずかしい、恥ずかしい、結構言ってたよ。でも一回でも整理すると、イメージ的に、まあ、口悪い人。まあでも一応今日はそのもし偏見持ってる人がいたら実際に会って誤解を解こうっていうことでやってるんだけど、まあまあ概ね合ってるからな、口が悪いに関しては。まあだけど、まあ思ったよりまともには喋りますよっていうのはこれでちょっと伝わったかなっていう。はい、そうよね。ね、ただまあこいつらのせいだけど変な質問して横では一緒に歩きたくないっていう。やばい、それはやばいやばいやばい。一応実際会ってみて少しはマシになりました。はい、あの写真よりかつそうでもないですね。そうでもないです。思ったより全然怖くない。じゃあ実際ってとりあえずちょっとさっきよりはイメージ良くなった。はい、そうですね、すごい丁寧で喋り方が。そうなんですよ。じゃあこれである程度誤解を解けたっていうことかな。、うん、まあ誤解もなかったけどね、ほとんど。まあ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 、うん、じゃあもしよかったらあのチャンネル見てください。はい、わかりました。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこれでもう終わりだね。誤解を解こうってことだったんだけども、そんなとんでもない偏見持ちはいなかったね。で、にもかかわらず偏見を解こう偏見解こうがあるもんだから、怖いとかもいや怖くないんですよとかっていろいろ言ったんだけど、一応ちょっと訂正させてください。あの全然不安定な時もあります。で、自分で言うんじゃないんだけど、ただまあ不器用ながらもあの真面目なところもあるよっていうのが今の説明からも伝わればなっていうことかな。まあもし今後もね、あの俺が不安定ゾーンを生配信で出してしまった時はまたこの企画やってあの火消しに入りたいと思います。本当だ、女性ですよ、二人。あー、ダメでしたね。おっぱいもむ系の YouTuber と勘違いされたみたいなんですけど、チャンネルを見せりゃいいだろ、ちゃんとおっぱい揉んでる映像一個もないんだから。で、あとなんだそのおっぱい揉む系の YouTuber って。本当に宇治原を見て、うん、おっぱい揉む系 YouTuber って思われたんならもう偏見じゃないですか。どうなんだろう、俺の顔写真で思ったってこと。それだったら解きたいですけどね。解きたいに決まってる。協力してもらえなかったんで、戻ってきてよ、もう俺おっぱい揉む系だと思われたくねえよ。